げないわ。これは難しい。糸よりの刺身を作ってきました。アニサキスがいないかどうか最後目視で確認して、いなきゃ口の中にゴーですね。これなんか金色の模様が身にも入ってるんですよね。すごい綺麗です。身はね、すごい柔らかいです。歯ごたえとかほとんどないですね。で、甘いんですけど、脂の乗りはほとんどないです。糸より確かになかなか刺身に出ないのはそういう理由があったんですね。なかなか見た目がうまく作れないですもん、これ。で、まあ味も、刺身よかは別のやつにした方がいい感じですね。でどうせ刺身するんだったら皮を切らずに炙ってそのまま削切りにした方が絶対美味しいと思います。この魚は逆に皮を剥ごうとしたらこの魚難しいですね。そこまで脂が乗ってない魚なので、まあムニエルとかの方がいいかもしれないです、もしかしたら。